改めまして金沢大学から来ましたよさこいサークル彩りです。こんにちは。こんにちは。今から披露する12代目、オリジナル演舞となっています、高麗は私たち、まあ、紹介にもありました季節などの巡る時間を大切にしている演舞となっておりますので、はい、そのような、演舞の中にあるそのような背景なども、ご覧になりながら楽しんでもらえると幸いです。では参ります。12代目金沢大学彩り高麗ストイック知ればこそ糸の桜はめでたけり浮世に何か久しあるべき。ありがとうございました。彩りの皆さんでした。さあ2回のステージ、それぞれまた違った雰囲気があったかもしれませんね。お楽しみいただけましたでしょうか。